はい、こんにちは。森田敏弘です。今日はですね、プーチンは本当に悪者なのか、仮想的について考えようという話をしたいと思います。この YouTube チャンネルではですね、健康レベルアップや能力向上に役立つ話をわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までね、ご覧になっていただければと思います。 さて、ここのところですね、ロシアがウクライナに侵攻したということでね、ニュースでもね、盛んにこの話題がね取り上げられています。で、最近の、ね、状況としてはですね、2月の24日にですね、ロシア軍がウクライナへの軍事侵攻を開始したと。で、ウクライナ側も激しい抵抗を見せており、 まあ、27日現在ですね、えー、これを録画している時点では、ですね、えー、首都キエフの掌握には至っていないと、まあ、このような、ねえー、状況になっています。で、えーまあ、テレビの、ね、報道を見る限りですね、まあ、プーチンはまあ悪者と、えーまあ、100%、ね、悪者。 というようなね、えー、報道だと思います。まあ私もまあ悪者なんじゃないかなというふうに思うんですが、まあここでですね、えー、気をつけないといけない点があるんですね。まあ、本当にプーチンが一方的に悪者なのかということですね。で、ここでですね、こういった問題を考えるときに、 役に立つもののとしてですねこの仮想的というのがあります。仮想的ですね。これは何かというとですね、まあ、団体や個人が計画などを立てる場合に仮の敵ですね。仮の敵、ね、を想定するということがよくあります。まあ、そういうのをこう仮想的と呼ぶわけなんですね。まあ、例えば、えーね、大企業をね、 仮想敵として、まあ、仮のライバルということですね。で、えー、新製品の開発に取り組むとかですね、えー。こういったことがあります。あとはですね、こう、誰かをね、えー、敵に見立てるとですね、えー、みんながこう一致団結するということがあります。例えば、えーね、なんか嫌な上司がね、一人いたとしますね、会社の中でね。 であの人は嫌だねということで、みんなの意見が一,一,一致すればですね、まあ、みんなこうね、<laughs> 一致団結するといったようなことが起こります。えー、ですので、今ね、このウク,ラウクライナ問題に関してですね、まあ、テレビの報道を見る限りにおいてはですね、まあ、あのロシアが悪いとね、ねロシアが、まあ、この仮想的というかですね、まあ、そういう状態に、 えー、なっているわけなんですが、まあ、あのこれをね、えー、悪用することも可能なわけですね。えー、誰か、あるいは何かをですね、えー、敵に見立てることによってですね、えー、周囲の監視、みんなの監視をね、そこに向けてしまう。その間に、他の人がね、何かこう、悪だくみをするということは可能にな,なってくるわけなんですね。まあ、 えー、今回そういうことが起こってるのかどうかというのは分からないですけれども、えー、そういうことが可能だということなんですね。みんながこのウクライナ問題に、ね、こう目を向けている間に世界のどこかでまあ別なことが起こったりしててもおかしくないわけですね。まあ、そういう悪用することが可能なので、まあ、こういう時はですね注意が必要だよということですね。 えー、これがまあ仮想的の、まあ、悪用した場合ですね。悪用した場合。で、逆にええいい方向にね、えー、使うこともできます。まあ、あ例えばですね、まあ、以前の私が脳体別、脳タイプ別アプローチというのをね、えー、教えてたことがあるんですけれどもで、これはどういうものかというとですね、まあ、脳のタイプですね。まあ、人によってこう違うわけなんですね。まあ、それを、えー、診断してですね、 まあそれに応じた、まあ、いろんなね、仕事や勉強の仕方とか、えー、他の人との対処の仕方を考える、そういったものなんですね。で、えー、よくですね、まあ、だからこうタイプがね、違うと、まあ、意見が当然かみ合わないわけなんですが、まあ、そういう時にですね、まあ、お前が悪いんだとかね、えー、私じゃないあなたが悪いんだみたいな風に、相手が悪いと。 いう,ふうにね、えー、決めつけてしまうと思うんですがここでね、えー、このノータイプというのが登場するとどうなるかというとその相手ではなくてねこのノータイプが悪いということになるわけですこれがこう仮想的になるわけですね、まあ、このタイプが違うことがいけなかったんだとで相手が悪いんじゃないんだという発想に変わるわけなんですねでそううするとまあ、こうね 相手とこうね必要以上に揉めたりする必要はないわけですね。タイプが違うのか。だからじゃあこうすればいいんだというふうに考え方も変わるわけなんですね。まあこのようにいい方向に活用することもできます。この仮想的というものですね。悪用もできますし、まあ、いい方向にも活用できますのでこの仮想的という考えですね。 まあこれをちょっとね、えー、頭に置いといていただくと、えー、いろんな世界で起こっている出来事、あるいはこう身の回りのね、問題とかコミュニケーションにおいてもですね、えー、役立つと思いますのでね、えー、参考にしていただければと思います。 はい、この東大ドクター森田敏弘のハイパフォーマンス講座ではですね、えー、健康レベルアップや能力向上に役立つ話を分かりやすく解説しています、えー、まだねチャンネル登録していない方はですね是非登録していただければと思います、えー、今日の話がね役に立ったという方は高評価ボタンも押していただければと思います、えー、ということで今日も最後までご清聴いただきありがとうございました